皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、7月の23日、12時33分、郵便局について、政府の方たちが早急に改善しなければならないのは、まず両替に関して、郵便局機能を ATM で無料でつけること。まず両替ができないって言われたんですよ、銀行機能があるのに。でそれはもう都市部の人たちの変な感覚で、近くに銀行があるからいいやとかそういう感覚なんですけども、田舎の方まずなかなか銀行ないですよ、見当たらないです。あの河川の撮影、大場ダムからの由良川の河川の撮影もうご覧の通りですよ。で、あとはね、郵便局、ゆうちょにそのスイッチのね、故障を修理して、その修理代を、郵便局への振り込みという形なんですけども、それね、まず、郵便局のカードにお金入れなきゃならないんですよ。で、さらに郵便局のカードにお金を入れるときに硬貨を入れると、金額は7700円なのでちょうどじゃない、嫌じゃないですか。お金持っていかれるわけですから、ゆうちょ銀行に。で、硬貨入れたら手数料取られたんで、もう取り消しをしたんですけども、で受付の人に言ってで、両替に関しても手数料がかかるということだったんで、両替に関しても、両替はできないんだったんですよ。で、ちょっとね、もう郵便局はもうやめといた方がいいですね。もう銀行にしといた方がいいと思いますね。改善が見受けられないんだったら。で、謎が多すぎるんですよ。多分ね、これだけ少子化が続いたら、ATM じゃなくて、無料でね、郵便局の窓口の人が、両替してあげたりとか、その、振り込んだら、よかったんだと思いますよ。結局のところ。ある程度はお金持っておかなかったら、すべてが電子マネーになってしまうと、災害発生時の時に、まず電気が止まりますから ATM 使えないで、手元にお金がなかったらやっとになるしかないじゃないですか。当日に自衛隊来ましたっけ、能登半島。来ませんでした。私は記憶はっきり持っています。阪神淡路大震災の被災者でしたから、神戸市兵庫区生まれなんですよ。それで北区に来てるわけですから、家が全壊して。業務改善命令ですね、行政の方から。で、電車がうるさいんで、ATM でその無料で両替ができて、無料でゆうちょ銀行の口座にお金が入れれるっていう形、そこで手数料っていうのも変なんですよ。だから ATM 代と電気代がかかるんだったら人がしたらいいんじゃないですか、結局のところ。で、手数料を省かなかったら、ゆうちょ銀行に、お金入れなきゃならない。だから、一般の会社で、郵便局経由で、お振り込みをなくさすだとか、振り込みってあれ全部銀行でも手数料いるんでしたっけ？なかなか扱わなかったら扱わなかったで、こうなるんですよ、僕も。で、これ、最速の答えで言うと、工事しに来た人に、お金渡すが一番効率よくなかったでしたっけ ?7700 円、余計な手数料取られないですか。これね、一回、なんか会社内でいろいろあったりとかして、そのお金がなくなっただとか金額が合わないだとか、何かそういうふうなことがあって結局振り込みにしたのかなって思ったんですよ。でよく考えたら電話かけた時に
その誰が行くかも分かってるだろうし、その行き先の件数とか把握してますから、いや、だから従業員がお金受け渡ししてね、あのお金支払いしてって領収書もらってって、その順序で良かったと思うんですよ。シャープエンジニアリングではそうしてましたよ。従業員が修理してお金の受け渡し、現金で。それとも今もうシャープエンジニアリングもなんか変になってます。 IT 関係でこれだけいろいろいっぱい動いたら、いろんな情報、理由とかを聞いたときに、みんな最初はその一つの情報を聞いたときに、ああそうかなって思っちゃうんですよ。でそのまま進めた後、どうしよう、もうなかなか後戻りができないわみたいな形になっちゃうんですよ。ちょっとこの後、まあ自分の口座の方からスマートフォンの方から振り込みできるかな、どうかな、どうせ回って数量取られるんだろうなの方向から、まあちょっと教えてみますね。もうけど、もうこれ、変な、この手数料の世界やめた方がいいと思いますよ。銀行がしてきたことですよ。余計な取り物を作ったりとか、余計な貸し出ししてる。それしてなかったら、手数料多分いらなかったと思うんですよ。余計な貸し出しって、建築業界で作ってるビルとかマンションのことですよ。人口、本当の人口はずっと減り続けているのに、50年近く少子化続いているのに、そのことを、だからコンクリートから人へで、完全にそれでキーワード当てたんだと思いますよ。まあ、立憲民主党の人たちですけども、元は自民党の人たちで、うすうす気づいていた人たちが、まあ、自民党から民主党になったんでしょうけども、まあ、文献みたいなものですからね。これで立憲民主党側の人たちが政権取って、最大、与党になったとして、でそこから総理選ばれて、それでも高速道路作ってたらどうします？一応この話牽制しておきますね。まあ牽制級みたいなものですよ。高速道路の方作らないように。以上です。先ほどの続きですけども、まあ、三井住友銀行の、オリーブという、いろんな種類が新しく出来上がってるんですけども、僕もまあ、この間、オリーブの手続きをしたところで、まあ、そちらの方から、無料で、振り込めたはずです。月3回までは。無料なので大丈夫なはずです。ただし何か送金でことらとか何かあったんですよ。それだったら無料だとか何か、まあ、そういう手続きも一応して、まあまあ入力したりとか、ワンタイムパスコードとか、あれ一体何なんでしょうね。その暗証番号をもともと使ってるのに、なぜ何回もいろんなパスワードを送って通知でっていう、これ本当にね、実際にそこまで悪いことをしてる人って、そのキャッシュカードを盗んだりとかで銀行の口座から引き出したりだとか、スマートフォン使ってその勝手にお金は引き出せないから、まあ口座に移したりだとか、それ本当の実数ってどんなもんなんです？今なんか向こうの方から、このままだったら出せませんよっていう声が聞こえてきたんですけども、いや情報本当の件数、フェイクニュースあんだけ流していたら、もう何が本当か僕もわからないですから、本当に。本当の話。いや、人口減ってるはずだから、本当にそういう事件起きてるのかどうか。いや、あのね、過去にスマートフォンとか扱っていて、ややこしい、その方法とかで、もうみんな、
嫌気させたこといっぱいあるわけじゃないですか。わざわざそんなややこしいことみんなします?そこまでの件ってまずないんじゃないですか。ありましたっけ、スマートフォン、人のスマートフォン盗んでね、まあ不法侵入でも同じですよ、こう勝手にこう押して振り込んでって、途中でね、そのなんかいろんなパスワードもあったりとかするんですけども、一瞬60秒間以内に番号入れなかったら無効化されるって、ちょっと待ってくれiPad の電源そんなこれギリギリやんっていう、60秒早すぎるもん。無駄が多すぎる、その、で、なんでそんなタイム制限60秒一回 iPad の電源入れてみたら、わかりますから、本当に。その、どうせもうずっと、1月1000円か何か払って、外でもね、Wi-Fi が繋がるタイプの人たち、Wi-Fi 繋がりっぱなしだから、電源入れっぱなしにしていて、繋がりやすい状態ができてるわけじゃないですか。僕、家の外出たら、iPad って繋がらないんですよ。インターネットとかその1000円の契約じゃなくて、家の中の Wi-Fi で繋げてますから。節電考えたら、エネルギーの雑談。問題。いや、そこそこ電源、ちゃんとね、外出る前は電源切っとくかってオフにしたりとか、ただもうそれもね、電源入れた時にバッテリーで、スマートフォンの方ですけども、これ 1% は減るわ。立ち上げの時にこれ電力いるんやった、たくさんって。で、その後もね、一瞬だけ、もうさすがにこう、これだけ何回も僕以外にも言ってる人いると思いますから、その後一瞬ね、振り込みの後に、ワンタイムパスコードっていうのを求めてくるのがまた出てきた瞬間、さっと次の画面に変わっていって。今もうそれ見て分かりました、 IT 業界がどうなってるか。あれもう作ったら作ったで、あの画面消せなくなってるでしょ。とりあえず飛ばすみたいな形でなんとかしとこうくらいで、多分もうわけ分かんなくなってるんでしょ。いろんな会社とどうこうどうこうみたいなところとか、まあ整理整頓のところ、あの画面を完全にもう出てこないような形っていうところまで分かってますよ。もう C 言語とかアセンブラっていうのはどれだけ難しいか、完全に違う国の言語と同じ。あんな文章を見て、一般で見ても何が何やろよく分かりませんから。書いてることが。だからそれ、こっからここの、この文章というか、この文字の羅列、これ消しちゃどうなんのって。怖くて手つけられない。それ今までの件で、ここはああなって、こうなって、こういう風に繋いでいて、で、そこをいらんと思って、それ消したらこんなことになった例があるとか、それあるでしょ。それ本音のところであるでしょ。まあ、怖いか、もう飛ばす画面、これで何とかしよう。多分もうそれでしょ。もう IT 発展するのやめましょう。もうエネルギーの残存のものであるから、もう扱いやすく、もうシンプルイズザベストで、もうそのパスワードとかもあんなややこしいことじゃ、もうね、僕、本当は大阪ヒルトンに勤務していってる時に、帰りの電車の中で、ズボンのポケットはちょっと大きめでね、大きめか小さめ。小さめの方かもしれないですね。まあ、ちょうど入るぐらいの大きさなのか、こう、居眠りしながら、こう、電車の中で帰ってきて いるんですよ。時間もったいないですから。で、神戸電鉄さんでね、田王寺駅着いた時に、降りた瞬間に気づくんですよ。あれ、財布がないで。ドア閉まった、閉まったって。多分座席の上にあるんで、あの車掌さん後ろにまだ人いたんですよ、その頃は。電車動きながら、そこの中に手、いやいや、もうお金ないと出られへん。
それ分かってるから、全力でその人も分かった、もう投げるから投げるから、いいですいいです、もう投げてください投げてくださいで、もう電車走りながら駅のホームに投げた2回はしてますから、後部後ろに人おらへん、ほんともう皆さん今お財布にはご注意ようですよ。だから今の時代だったらスマートフォンもご注意なんですけども、はあ、僕みたいによっぽど狙われてる人間じゃなかったら分からんでしょう、その暗証番号、この僕のプレッシャー分かっていただきます、日々何か家の中から書類がうんぬんかとか、もう本当はもう風でも。